ビルヘルム・クーベ・リヒャルト・パウル・ビルヘルム・クーベは、ドイツの政治家。また、国家社会主義ドイツ労働者等のクールマルク、大韓区指導者。親衛隊での階級は、親衛隊中将。独ソ戦中は白ロ,ロシアの行政委員になったが、パルチザンにより暗殺された。プロイセン王国のグロガウで生まれる。ベルリン大学で、歴史、国民経済、教会史、地理学を学ぶが中隊。 1912年から1914年まで家庭教師として働き、その後報道関係の仕事に就く。1917年に仲間と共にドイツ保守党を立ち上げ、1919年からはドイツ国家人民党員となる。1920年からドイツ国家人民党州連盟、ベルリンの事務総長を1923年まで務める。 1922年から1923年までビスマルク有言との全国指導者となる。1924年にドイツ民族自由党に入党。1924年にドイツ国会のドイツ民族自由党議員となり、1926年からは帝国志向委員となる。1928年にナチ党に入党。 1928年から1933年まで、プロイン州議会のナチ党議員団長となる。1933年にクールマルク大韓区指導者、及びブランデンブルク県知事となる。同年、新英隊に新英隊上級大佐の階級で入り、1934年には新英隊中将へと昇進した。1936年8月に、クーベは、 東最高裁判所所長バルター・ブーフの妻に、ユダヤ人の先祖がいると言い立てた角で、すべての公職、党内役職を解かれ、新英隊からも除名された。1941年7月17日に、東部占領地域帝国管区オストラントの城、ロシア行政委員に就任した。そこで、クーベは代表者によるベラルーシ国民中央会議を置き、 ドイツとベラルーシの相互融和に努めたが、独立政府樹立とベラルーシ国民軍の創立は棚上げされた。1943年9月22日に、ミンスクで、現地人イドのイエレナ・マザニックによって仕掛けられた、爆弾により暗殺された。空尾の後任には、クルトフォン・ゴットベルクがついた。ありがとうございます。